い、わっさー、琵琶湖バス釣りガイドニックネームなすびですよろしくお願いいたします。まあ、YouTube チャンネルのなすび TV では、まあ、あのキープキャストを終えてっていう動画が、まあ、最後だったかと思うんですけど、まあ、それからおよそ、まあ、1週間ぐらいが、経ちまして、まあ、ほとんど毎日湖上には浮いておりますので、そちらのお話をちょっとしていきたいなと思います。あんまり、こうなんか言うのもなんですけど、結構バタバタっとしておりまして、なかなか更新が遅れて申し訳ありませんでした。楽しみにしてくださってる皆様すいませんでした。まあ、キープキャスト3月9日と10日行われたんですけど、それからまあ3月の11日、14日、15日、16日、17日で、本日3月18日なんですけど、湖上に浮いておりました。ナスビガイドやっていきました。で、遊びに来ていただいた、ユーズルの、店長、そして、ゆうせいくん、K さん、M さん、三好さん、バスジャンキーの大輝さん、ハヤトさん、鈴鹿さん、T さん、山中さん、ちかきよさん、かでこさん、そしてきよちゃん、ありがとうございました。たくさんの方々に来ていただいております。そしてなすびガイドは、3月すべてご予約いただいておりまして、4月以降募集しておりますので、4月後半が あと数日募集しているような状態ですので、ぜひとも、5月以降も募集しておりますので、なすびガイドよろしくお願いいたします。最近でキープキャストを終えてからこの1週間ぐらいの、琵琶湖なんですけど、変わらず、まあ、南湖で展開しております。南湖はやっぱり大きなワンドということで、春の定番エリアなので、でかいのから、バスもたくさん釣れるシーズンとなっておりますので、南湖をメインにすることがやっぱり多いですね。で、最近、メインチャンネル沿いのウィードエリアではスイムジグがやっぱり一部の方が釣られているかなと思うんですけど、僕最近あんまりやってなくて、でやっていないっていうのも、まあ、ちょっと人が多すぎてなかなかやりづらいっていうのがまず一番であって、まあ、それが理由なんですけど、で、まあ、よく、この最近釣ってるルアーとしましては、坂本シャット 4.8 インチ、坂本シャット4インチの 1.8 グラムの、まあ、ジグヘッド、ミドストじゃないミドストだったりとか、まあ、ミドストがまず1点で、あとはキンクエア 4.8 インチの 1.8 グラムから 0.9 グラムぐらいのネコリグ、まあ、ネコリグですよね、これが1点で、あとは、まあ、やっぱカバースケート、この3つはやっぱりね強いです、強いんですけど、その他にも、まあ、ミノをやったりとか、まあ、テキサスリグをやったりとか、まあ、いろいろと釣りを展開しております。で、最近水温もどんどん上がってくるような感じになってきておりまして、バマストとかもねどんどん良くなってくる時期ではありますので、そういうのも仕掛けていこうかなと思います。他にもシャローで、リーダーレスダウンショットの、このフリッピング、まあ、フリッピングピッチングですね、ピッチングだったりとか、まあ、ビッグベイドゲームとかも今考えておりますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらと思います。まあ、4月の後半ぐらいから、まあ、募集してるわけなんですけど、ぜひ来てください。で、まあ、水温もだいたい南湖では、まあ、8度、まあ、まあ9度10度ぐらいが結構行き来しているような状態で、この数日としましては、まあ、バスも非常に元気というか、まあ、春っぽくなってきたかな、春っぽいんですけど、まあ、スポーニングに、まあ、近づいてきたかなっていうような印象が結構多く感じておりまして、で、まあ、なんせね、風が強かったりとか、まあ、雨が降ったりとか、まあ、そういうことも多くて、結構人間的に辛い部分も、まあ、ちょっとあるなっていう思うのが、まあ、最近なんですけど、まあ、それはまあ仕方ないことなんで、そんな、風が吹いたら風が吹いたで、風浦で釣るやり方だったりとか、まあ、雨が降ったらで、ね、ちょっとそこは頑張っていただかなきゃいけないかもしれないんですけど、まあ、防寒対策、そして、まあ、レイン機能のあるウェアっていうのは結構ね必須になってくるかなと。やっぱり人間側がしんどくなってしまっては釣りがやっぱ面白くなくなっちゃうんで、まあ、中が濡れなかったりとか、まあ、暖かい格好がまあ必須となっているかなというふうな感じですね。なので結構、僕の今お伝えしていることは結構シンプルなのかもしれないんですけど、まあ、それがシンプルが、一番大事かなというふうには思っております。まあ、ルアーではやっぱりネコリグ、ジグヘッド、ミドスト、カバースケット、ノーシンカー、まあ、そこら辺りはやっぱ釣る上では硬いですね。まあ、
さっきこうルアーを上げてた中で、まあ、バイブレーションとか、まあ、シャロークランク、ディープクランクとかそういうのもやっていきたいなと思っておりますので、ね、まあ、カバースキャット、ミドスとネコリグ、この3つは確かに強いんですけど、まあ、最近ではちょっと前まではスイムジグもやってましたけど、まあ、強いんですけど、その他にもちょっとバスフィッシングらしい、ハードルアーだったりとか、まあ、そういうのも入れてやっていこうかなというふうには展開しております。という感じで、最近のビアコでした。まあ今日最新の3月18日の月曜日の話をするのであれば、まあ昨日、おととい、土日の、まあ、ビアコオープンだったり、バイトだったり、ムータートーナメントだったりとかね、トーナメントだらけで結構ね、土日が人が多かったんですけど、今日は人が少なくて、風がね、めちゃめちゃ強かったんですけど、まあその中で、風裏展開となったんですけど、まあ今年は結構ウィードパッチがたくさん存在するんですけど、そのウィードパッチで、今日はミドストで、魚が触れました。ということで、まあ、そんな感じの琵琶湖でございます。はい、ということで、簡単ですが終わりたいと思います。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、わっさー、ナスビガイドです。3月の21日と22日もナスビガイドやっていきましたのでお話ししていきたいと思います。昨日は、リンダさんに遊びに来ていただきました。佐賀県から生まれ、今ドバイに住んでいる、破天荒な料理人の、リンダさんに遊びに来ていただきまして、まあいろいろとお話しさせていただきながら、釣りをしていたんですけど、まあ初めての琵琶湖、初めてのバスボートということで、真剣に、魚を狙っていきました。で、まあ、カバースキャットとか、まあ、ミドストとか、まあ、バマストとか、まあ、スイムジグとか、まあいろいろやるんですけど、最終的に最後、坂間シャット4インチの 1.8g のミドストじゃないミドストで、ナイスな50センチが釣れて、釣れました。で、まあ、最後シャローとかでもいろいろやってたんですけど、最後、リンダさんのルアーが浅瀬に引っかかっちゃって、でそれをちょっと値上がり回収棒でやっても取れなかったんですけど、それをなんと近くにいたおかっぱりの方が快くルアーを取ってくださって、渡してくださって、なんか人とのなんか釣り人のあれですね、ほっこりとしました。で、まあそんな感じでしたね。リンダさん、一日ありがとうございました。ナイスフィッシュでした。またドバイから帰ってきたときはぜひよろしくお願いいたします。はい、で、そして本日3月の22日ですね、今日は金曜日かな、ナスビガイドやってきたんですけど、本日は講演会を終えた河合さんに遊びに来ていただきまして、大体河合さん毎月来ていただいてたんですけど、2月はちょっとお忙しくて、空いておりまして、久しぶりの再会に感じました。まあ、およそ1ヶ月、1、2ヶ月ぶりぐらいに来られたわけなんですけど、で、今日は河合さんと朝から話で盛り上がって、まあ、1時間ぐらい準備しながらお話しながらやったりとかして、まあ、結構ゆっくり出船だったんですけど、それからも釣りをするよりなんか話がメインになってしまいまして、まあ、なんかいつの間にか午前中が終わりで、昼ご飯をちょっと早めに食べて、で、まあのんびりとお話ししながら、まあ、午後から釣りをやるぞみたいな、まあ、ちょっとのんびりモードだったんですけど、まあ、魚がたくさん映ってるスポットで、坂本シャットのミドストを入れたんですけど、反応が入れなかったので、これカバースキャット入れてみようかなと思い、カバースキャット 3.5 インチの天下一品カラー、天下一品コラボカラーを投げるとナイスな河合さんに55アップが釣れて、結構最近僕のやってるスポットではなんかでかいバスが釣れる傾向になってきたかなっていうような感じなんですけど、まあ、それで、まあ、なんとかめでたしめでたしで終わりました。 あとは僕が今日は、まあ、バリソンミノ100の SP、まあ、サスペンドミノですね、それを使って朝結構晴れ間が昼から続いてちょっと暖かくなってきたんで、まあ、シャローさせてくるかなという感じでミノを、まあ、ハードボトムエリアでやってて、僕に1本魚が今日は釣れました。なんか久しぶりに僕がバスったなっていう感じがしたんですけど、まあそんなこんなで、まあ三寒四温のね、ちょっと昨日ぐらいからちょっと寒が続いてたんですけど、まあ今日最後日中は暖かくて、まあそれでも朝一は寒かったんですけど、昨日なんてもう吹雪でしたからね、雪が降ってて、まあボートも雪積もったりとか、
まあ、走行中も走ってる中吹雪で、まあ、ゴーグルというかこの偏光グラスが凍ってしまって見えなかったりとか、結構ね三寒四温の寒のタイミングだったんですけど、明日明後日は雨が降るのでまたどうなるかもわからないんですけど、まあ、三寒四温のちょっと寒のタイミングなんですけど、まあまあ、普通にまあ魚はまだ触れてるかなとは、まあ、いっぱいすこぶる釣れるわけでもないですけど、まあ、別にそんなに反応がないってわけでもないんで、まあ、悪くない状況かなと思いますので、皆さんもぜひ遊びに来てください。はい、でナスビガイドは4月以降また募集しておりますので、下の概要欄からチェックよろしくお願いいたします。というわけで3月の21日のリンダさんと河合さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。というわけで皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。